氷老人あるいは氷老は、アスカ時代の豪族。清和連表紙は、氷室の氷を司る、友の宮津子の氏族で、氷、連氏は、新鮮聖子録、左京神別によると、石神屋尊氏は、神にぎはやひ命の後なりとある。また、氷、連氏の中には、地区につかみ別で、にぎはやひ命の十一世の孫、伊予のれとおすくねの後なりとなっている者も,もいる。 仙台休治本議、天孫本議によると、共に、物の部お前スクネレンが死祖とあり、物の部死刑等の士族であったようである。日本初期末期第十五の記述によると、氷老人は、氷またまの子で、高徳天皇の白地4年期首長誕を大使とする、剣闘士の学生として、日頭した。この剣闘士は、南東路を取り、大使、高田根丸の指揮した第2船は遭難したが、 老人の乗った第一船は無事島に到着した。初期の引用をする、生き博ひのり書によると、他の十一名や半里市境、長元法と共に、今年、詩人と共に帰れりというとあり、この今年をいつと判定するかによって、老人の帰国した年が変わってくる。初期の本文の年代をとって、白地五年とするか、ひのりが、有神と特府の県令、 芝法里氏らの宗主の使命を果たして帰国した天智天皇7年とするかで意見が分かれている。これらの記事とは別に、白月の絵の戦いで捕虜になった氷郎が天智天皇の3年に当人の図るところを朝廷に伝えるため、大友部白朝が身売りして苦面した費用で、と富日、畜子殺夜朝、湯気剣法の子と共に帰国したという記事もある。この、は、 老人と同一人物であろうと言われている。氷、電子は、発色の性の制定により、天武天皇13年12月、スクネの性を与えられている。ありがとうございます。